では本日のワードいきましょう。おじさん、はい、今日は誰ですか。今日はニコルンです。ニコルン、クイズで朝か夜って答えちゃったらどっちか当たるごめんなさい、確かに。ニコルさん、はい、本日のお詫びになります。ごめんなさい、クイズ舐めてましたそんなここにフューチャーされると思わなくて、普通に自分がやってること言っちゃった、したら怒られた初心を取り戻してちゃんと答えたいと思います。これからは1個ですよね、クイズってね。でもそこまでクイズそんなサンジャポって慎重にやる感じでしたっけね。2つでもなんか許してもらえるのかなって思ったら意外と厳しいんだなという感想です。今日あの指輪の話ありましたけど、はい、指輪選びに行った時のなんかお話とかありますか。指輪選びに行った時、あ、でも普段自分が結構ゴールドのアクセサリーをつけてるから最初ゴールドで行こうかと思ったんですけど、つけてたらやっぱプラチナにダイヤの輝きが一番その相性がいいんだなっていうのをなんか気づいて、心機一転ちょっとプラチナに挑戦してみようかなって思って、なんか普段なかなか選ばない色味の方を選びました。逆に結婚感がすごい。ちょっといやらしい話ですけど、はい、おいくらした。いやだいやだね。でも絶対調べるじゃん、誰かどうせ出してたら。それで調べてください、見た目で判断して、はい。旦那さんとなんか最近めっちゃ聞くじゃん、幸せだってエピソードとかあります。なんだろう、日常が幸せです。そんな大きな幸せとかじゃなくて、日常がいいよ早く終わったよ。落ち着いたらその新婚旅行とか。いや、したいです。旅行一緒に行ったことがないので、一緒にどっか行きたいです、来年どっか。ついてこないでくださいねいつとか言わないから、うん、空港で待ってる。いや最悪やだよ。では最後、待って、はい、このお詫びを書いた太田さんに一言いただいていいですか。太田さん、あの光代社長にもお祝いをいただいてしまったので、今日渡したので絶対お家に持って帰って渡してください